2020年8月14日金曜日はじぶとガラスのクッピーと保護の試練ですえ今日はですね夏休み特別企画ということでちょっとテーマをね YouTube の収入についてちょっとざっくりお話ししたいと思います皆さんね気になっているかもしれないんですけども、まあ、1000人以上になって審査を通りますと動画の方に広告がつくようになります で、まあ、ぶっちゃけ広告費どのくらい入ってるのって思われる方多いと思うんですけども、まあ、あのネットなんかでざっくり調べると1,000人規模の YouTuber で月、まあ、5,000円ぐらいっていうふうに出てきますね。でグッピーチャンネルの方もですね、まあ、1,000人ということで、まあ、1日の収入とかは、まあ、ヤギミルクが買えないぐらい。 数百円っていう感じになりますなのでこれが何万人何十万人あとは一日の動画,、えー、と動画の再生数ねそれがものすごいとか一日に何本も動画上げてるとか毎日動画上げてるとかっていうチャンネルになるともうほんと何十万下手したら100万いっちゃうんじゃないかなっていう感じになりますね。 まあざっくりと1再生1円ぐらいなんていなててう風に言われてます、まあ、それが動画につく広告収入なんですけどもそれとは別にスーパーチャットという、まあ、あの生ライブとかあとプレミア公開かな、まあ、チャットしてる時にあの寄付ができるんですね投げ銭スタイルっていうのかなそのスーパーチャットに関しては、まあ、例えば1000円 スーパーチャット1,000円でしたらクリエイターに入るのはまあ大体6割なんかあの7割って書いてあるんですけど手数料やら何やら引かれるので YouTube の運営って Google ですから Google アメリカの会社なのでなんかあのドル計算で円でどうのこうのとかでまあ結局はね6割っていうふうに思ってるとまあざっくりね。 なので、1000円投げ銭してくれたら私に入るのは600円という感じになります。あと最近できました、あのメンバーシップ。あのメンバーシップの方もですね、クリエイターさんによっていろいろな使い方がありますので、あのメンバーシップ、まあ、月の会費は、あの値段はね、クリエイターさんが勝手に決められるので、まあ、例えばの1000円メンバーシップ入って、 でもメンバーシップの限定公開とか限定動画とかそういうのは何もなくただ月1,000円で私を支援してくださいっていう形で使っている方もいらっしゃいます。なのでまあ特典とかはねあの限定動画が見れるとかなんだかんだとかっていうのはなくもう純粋にあのそのクリエーターさんを支援したいっていうことで そういうためのメンバーシップっていう使い方をしているクリエイターさんもいますで、それもだいたい、えー、6割っていうふうにざっくりとねなのでまあ、クッピーチャンネルは月190円ですので私に入ってくるのは、まあ、100円ぐらいかなっていう感じになります でえメンバーシップの方の動画に関しましては広告がつきませんのでたと、まあ、え毎日頑張って動画をあのゲンメンバー限定様に動画アップしたとしても私に入る収入はゼロただ月,<ー>月100円は入ってくるっていう感じになりますねこごゃんであとですね、あのー、広告動画についてる広告なんですけども まあ、通常1本の動画で1つの広告っていう感じだったんですが、まあ、以前からもね10分以上の動画には動画の真ん中、まあ、いろんなところにあの広告が差し込めてたんですねそういう機能があったんですけどもなので通常だと1つしか広告がつかないけども10分以上の動画だと 何本か動画の合間合間にね広告が入ってくるっていうなので本来1つのところ2つ3つってなったら収入が2倍3倍ってなるのでクリエーターの方にはね広告収入が増えますので、まあ、10分以上の動画をあえて上げてるような人もいたんですけども。 も私はですね動画見てて途中で広告が入ってくるのはうざいだろうなと思ったのであ,のあえて途中にね<あ>あの広告はいらない設定にしてました。もうあのそ,そんなになんかあの本当1再生0.1円とかなので,で私の動画 自体がそんななに再生数ないんですか何百再生とかなので一つの動画頑張っても、まあ、何十円とかになりますから一日に入ってくるのが。なのでそこに、ね、10分ぐらいの動画に間に広告収入を入れてまでっていうふうに思ってたので、まあ、私はあの途中に広告を入れないという設定にしてたんですが YouTube の方で7月の中旬以降後半に システムが変わりましてなんと8本以上の動画には途中に広告が入るっていうふうに変わりました。でこれも入れない設定ができないことはないんですが YouTube としては広告をいっぱいねあの入れたいということで広告をもう途中にうざいからあの 入れたくないっていう設定をしようと思ったんですけどそれがちょっとめんどくさかったなんかなんで入れたくないんですかみたいななんかねどん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 めんどくさいことを聞かれるのでもうじゃあいいよっていう感じでつくようになっちゃってるのでちょっとねうざいんですけども広告が間に入っちゃってますで私があの前からねあの動画は8分を目安に作ってる なってたのでなのでちょうどなんか YouTube がね8本以上の動画には広告が間に入るようにってもうか勝手にねシステムがそうやってどんどん変わっていくのでまあ、たま本当ほんとたまたまだったのでそれはねあの最近レンさん動画の間になんかちょこちょこ広告入れて稼ごうとしてるとかって思って でる方がもしかしたらいたかもしれないんですけども、いるよね、きっとね。なんですけども、それはもう、あの勝手にユーチューブの方がシステムが変わっただけですので。そういうことです。はい。というわけでですね、なんかユーチューブいろいろあの、変わっていきますので。わかんないこと、多いですよね。なので、そういうところでちょっと誤解があるとなと思いましたので。 今日はあのちょっとざっくりね YouTube の収入についてのお話をしてみました。ねくーちゃん。まあ、なのでマックピーチャンネル1日で動画1つとか頑張って2つとかな感じなのでもうほんと数百円。でもありがたいですよね。でメンバーシップの方は190円で。 まあ,ね、あの連さんに入るな、まあ、100円月100円入るならっていうことでねまああのシステムの利用料として、まあ、YouTube にね持ってかれちゃうのはもうそれはしょうがないですよねこれだけのシステムが無料で使えてるわけですからそれはしょうがないなっていうふうに思ってますので。 なんかそのメンバーシップに関してもちょっと誤解が多いようなんでねあの誰でも入れますあの。レンさん頑張って,って毎月190円で支援するよっていうお気持ちで入ってくださってもいいですしなんか限定のこう動画がどうしても見たいから今月だけ入ろうとかっていうのも全然 OK なのであのいつでもやめられますからね。 であのメンバー限定公開にしてる動画っていうのは別にあの一般公開の方で出し渋ってるわけじゃないんですよだってあのメンバーシップで動画をアップしても広告費は入らないわけですからそれを何であえてメンバー限定で公開してるかというとちょっとねあの、まあ、例えばジュラのことに関しては保護主さん新しいね 保護主さん宅が、まあ、私の友人なんですけども、ユーチューバーではないです。ので、なんか、あの、迷惑、もしね、なんか迷惑が。落ち着き止められて、ジュラに会いに行った人がいたとかね。そういう迷惑がかかると。ちょっとやだなと思ったので。あの、一応、メンバー限定公開にしてます。まあ、メンバーの中でも、そういうことをする人がいたとしても。あの、メンバーさんだと、あの。 把握しやすいのでまあ特に私のメンバーさんはもう今50人も行かないぐらいしかいないのでそのメンバーさんに限,あの限定して公開してる情報でもしそういうねあのことをするような人がいてもなんかちょっと特定しやすいですけども不特定多数の人が見れる一般公開でやってしまうともう特定が難しくなるので。 上げてないっていうだけのことなので別に意地悪をしてあの190円払わない人にはこの動画見せないよっていうのではなく本当あのちょっと一般的にはあの上げたくないけどもよく見ていただいてる方にはちょっと見てほしいなっていうそういうね動画をちょっとあげてるっていう感じになりますので。 その辺はねあの全然意地悪とかしてるわけではないのでまあそういうのもあってまあちょっと190円というね、あのー、低いお値段設定で一番低いのが90円その次が190円なのでまあよろしければねメンバーシップの方をご入会していただけると嬉しいです。というわけで今日はあの特別にねちょっとそういうお話をしてみました。 でではでは暑い日が続いておりますが皆様お体に気をつけて良い週末を。